長崎市の話題をお伝えする知っとく長崎です。今回は長崎市のおすすめの食材を新発見ということで、長崎観光王国建国1周年記念シンポジウムについてと、長崎軽トラ朝市についてお送りします。スタジオには長崎市中小企業振興室山口雅也さん、そして長崎市水産振興課の泉田大輔さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。それぞれの話題についてお一方ずつ、お話を伺っていこうと思うんですが、はい、まずはかんぼこからということでございまして、はい、かんぼこ王国が今月1周年を迎えるんですよね。はい、おかげさまで。はい、それに伴いましてシンポジウムが開催されるんです。2月18日土曜日午後1時から長崎商工会館2階ホールで行われます。定員は100名の無料のシンポジウムということなんですよね。はい、1年、今月の2月22日でちょうど1周年ということになるんですよね。そもそもなぜかまぼこ王国って始まったんですか？そうですね、かまぼこ自体が長崎市っていうのが、全国でもトップクラスで食べられているというところ、うん、それとあとそれだけ、作る業者さんが多いというところありまして、はい、ただその外向けになかなか売り切れてなかったんじゃないかなっていう反省もありまして、うん、はい、じゃあちょっとみんな力を合わせてやってみようということで始まりました。うんうん、おでんの日、長崎おでんの日がちょうど2月22日、はい、そうですね、でその日に合わせて建国されたということなんですよね。はい、1年前に、はい、ね、もうあの長崎観光王国っていうね、この名前聞いたことあるって方結構もういらっしゃると思うんですけれどもね、はい、どんな活動をこの1年間なさってきたんですか？はい、まずはその、かんぼこ王国とは何かっていう活動とですね、それと第1弾の商品として長崎おでんっていうのができましたので、うん、これを中心にまず長崎のかまぼこっていうのはいいものなんだよと、うん、どんどん、食べてくださいということで、うん、活動してまいりました。いや、私関西出身で8年前に長崎来たんですけど、はい、何が驚いたかって、この練り物の美味しさ、もう本当にそれまで正直ちょっと苦手だったんですけど、はい、かんぼことかあんまり食べなかったんですけど、はい、長崎に来てね、かんぼこ美味しいなって本当に新発見だったんですよね。はい、ありがとうございます。泉田さんも好きですか、かんぼこ？そうですね、僕は某店派ですね。某店派、はい、あ、そうですか。はい、ね、必ず長崎の方のお家の冷蔵庫にはね入ってるんじゃないかなっていうぐらい皆さんお好きだと思うんですけれども、はい、まあ、その美味しいかんぼこを県外の方にも広く知ってもらうということでね、いろいろと活動されてきたんですよね。はい、反応いかがですか？そうですね、かなり東京ですとか、これ小田原なんですけれども、うん、おでん祭りというのものにも参加させていただきまして、はい、いろんな地域出てたんですけども、10市ほどの中で一番長崎の方が早く売れたということでびっくりしておりました。 おでん祭りっていうのが小田原で待ってたんですね。はいはい、大盛況でしたか？はい、列ができてしまいましてですね、我々初体験だったので、はい、その列ができたということにまず驚き、で売れ行きに驚き、うん、で500円で出したんですけど安すぎるということで、はい、さらに驚きました。7つ入って500円で売り出して、はい、もう飛ぶように売れたらしいですね。はい、すごいですね。はい、というわけで本当に県外の方にもこの美味しさをね知っていただいているところだと思うんですが、昨年にですよ、もっとこのかんぼこに親しんでもらおうということでこんなキャラクターができたんです。これご存知ですかね。長崎かんぼこ王国のキャラクターということで20種類ほどキャラクターがあるんです。はい、ちくわ王妃、龍眼王、これがメインなんですよね、この2人がね。はい、この、をツートップとしまして、あと練り物王子とか、はい、伊達巻ちゃんとかスリミン、かわいいですね。これどなたがお書きになったんですか？これはですね、私たちの方であるデザイナーさんにちょっとお願いをしまして、うん、出していただいたところ、もこれがベストだと、はい、もうみんな即決で決まりました。すごくカラフルで、これでなんかお子さんもかんぼこ好きになってくれるんじゃないかなって思う感じですよね。はいはい、実はかんぼこ王国のホームページにも塗り絵とかですね、そういったものをちょっとご用意しておりまして。そうですか、かんぼこに力を入れてらっしゃるところなんですね。で、この度2月の18日に1周年を記念しましたシンポジウムが行われるんです。長崎かんぼこ王国建国1周年記念シンポジウム、3部構成になっておりまして、はい、まず一部がですね、かんぼ公園、長崎練り物再構築というテーマでお話があるんですね。はい、どんなお話が聞けるんですか？はい、こちらはですね、長崎にゆかりのある方ということで、現在水産庁におられる上田勝彦様という方おられます。はい、
長崎の大学出身で、長崎の漁協で、漁師をされて、それで今水産庁におられるという変わった経歴をお持ちの方なんですが、話がとびきり面白いということで、これはぜひということで、先日お願いに参りました。そうですか、はい、もうこの上田克彦さんって方結構今あの全国のテレビにもご出演なさっているので、はいはい、ねあのいろんなその魚をさばくとかですね、はい、実演も間違いないスペシャリストですね。はい、面白い話が聞けそうですね、はい、そして第2部休憩を挟みまして第2部では長崎のかんぼこば語ろうというテーマで、はい、かんぼこに公開の公がかかってるんですか、はい、これちょっと今回いろいろ兼ねさせていただきました、ね、すみません公開討論会があるんですね、はい、これはどんな話ですか、はいこちらはですねその私たち そのまあ1年間やってきましたというのもあるんですが、長崎市民の方と一緒にですね、かんぼこというのをもう一度考えてみたいなと、うん、でいろんな思いもあるでしょうしかまぼこがいろいろつないでいるものもあると思うんですけれども、はい、そういったものを、今改めて考えてみたいなと、うん、何かの契機になるんじゃないかということで、やっていこうと思います。パネリストには田上市長もご参加なされて、はい、市長が国王ということで、まず国王、それと上田様、あと料理研究家の、川島明子様、はい、それとあと作り手の代表として杉永様ですね、それにあのコーディネーターとして、歯科医療の陳様、お願いいたしまして、その5名様でですね、やらせていただこうと思います。はい、かんぼこについて、はい、こうもともとこう知識を深めてほしいですよね。はい、で第3部ではかんぼこを知ろう生かそう味わおうということでかんぼ交流会が行われます。はい、こちらは、はい、こちらはですねせっかくお集まりいただくということですので、まず長崎おでんの試食していただこうと思います。それとあと、新メニューをちょっとご用意しておりますので、うんこちらもあの当日のお楽しみということにしておりますが、新メニューの方もお試しいただこうと思います。うん、それとあと、川島様もお越しですので、簡単なレシピとかそう、栄養相談とかできるようなコーナーもご用意しようと思います。うんうん、さらにちょっとしたチャリティー販売をさせていただいてですね、はいそういったこう少しお手伝いをするとそういった部分でも、絆というものを深めていきたいなと思っております。試食ができるってことですよね。はい100名様ご用意するように今準備を進めておりまして、はいできるだけ温かい状態のまま、美味しいおでんを食べていただこうと思っております。まあ、通常こういったおでんとか、はい、あとまあそのままいただくとかちょっと焼いてとかっていう食べ方は割とね主流ですけど、はい、それ以外のもう珍しい食べ方を教えてもらえるんですよね。そうですねちょっといろんなところとコラボレーションというのをやっておりましてそういった中に一つメニューが新しいのできてきましたので、うんぜひご披露したいなと思っております。居酒屋仕込みのおでんもはい、あるんですね。はい、いやこれ美味しそうですね。行きたくなってきました。では改めて日時のご案内です。長崎かんぼこ王国建国1周年記念シンポジウム長崎のかんぼこがつなぐ絆、2月18日土曜日午後1時開演です。定員は100名様となっています。参加は無料なんですがお申し込みが必要となってきます。ファックスで住所、氏名、年齢、電話番号を明記して長崎市水産振興課までお申し込みください。お願いいたします。まあ、かんぼこの奥深さいろんなことを新発見できそうなシンポジウムですね。はい、最後に一言お願いします。はい、もう市民向けということでできるだけ楽しい面白いシンポジウムにしたいなと思っておりますので、うん皆さん、ぜひぜひご参加くださいますようお願いいたします。さあ続いては大変お待たせいたしました泉田さんにお話を伺っていきます。泉田さんには長崎軽トラ朝市についてお話を伺います。今月の2月26日日曜日に JR 長崎駅前かもめ広場で開催されるイベントなんです。これも、去年一昨年から始まってまして、はい、今回で4回目になるんですよね。そうですね、4回目になります。なのでご参加になった方はい、足を運んだ方いらっしゃるかと思うんですが、はい、いらっしゃると思います。改めてどんなイベントか教えていただけますか。今回は場所がかもめ広場になっておりますのでかもめ広場に生産者の方がたくさん、農水産物や加工品を新鮮なまま持ってきてくださってもうその場に車を乗り入れて売ってしまおうというイベントです。うん、本当に軽トラック、軽自動車をこう乗り入れてそうですね生産者業者の方がお売りになってるんですね。はい、すごいね上から見たら面白い絵ですね。そうです、はい、どうですかお客様の反応。お客さんも新鮮で安いっていうのはもちろんなんですけども、うんもう生産者の方や業者の方ともういろんな情報を交換しながら買い物ができるという面で楽しんでいただいております。うん、そうですよね。出店者の方にとっては本当自分のこう自慢の品々をこう身軽に手軽にこう軽トラック積み込んで、はい、そのままお客様とこう対面でね、はい、売れるっていうところが魅力的ですしです、ね、お客さんにとっても安心して買うことができますよね。そうですね、もう顔が見えて
の買い物となりますのでね、うん、で今回はですね、その泉田さんがお越しになった理由の一つに、その出店者の募集があるんです。そうですね、はい、まあ、これまでは業者や直売所関係の人方々の割と出店が多かったんですが、個人の方の出店ももちろん募集しているということで、はい、募集内容ご覧の通りです。対象は長崎市内にお住まいの方で、市内産の農水産物加工品などを取り扱っている方です。出店料は1回につき1,000円、これお安いですね、はい、お申し込みははがきかファックスでお願いします。宛先ファックス番組はご覧の通りです。応募の締め切りは2月15日水曜日とさせていただきます。応募者多数の場合は抽選となっております。まあ、詳しい情報は長崎水産振興課のホームページにもこちら記載しているんですよね、はい、はい、お楽しみ抽選会も、ね、はい、当日はもう僕が責任を持って抽選会の、はい、いいものを当たるんですか。それはもう当日のお楽しみということ で、はい、はい、ぜひともお出かけいただきたいと思います。じゃあ最後に一言お願いします。はい、当日はもうたくさんの生産者の方とお待ちしておりますので、ぜひご来場ください。よろしくお願いします。はい、いや本当に長崎には美味しいものがたくさんあって、まあね、県内の方、まあ、それになんとなくは気づいてるけれども、まあ、やっぱり県外に出すとそれだけ、ね、おでんも好評がありましたし、ね、はい、いいものがたくさん詰まってるんですよね、長崎にはね、はい、美味しい食べ物がね、はい、そういうところを皆さんも、もっともっとこう勉強してね、美味しいものをどんどん取り入れていっていただきたいなというふうに思います。今回は長崎官房広告1周年記念シンポジウムと軽トラ朝市について、長崎市中小企業振興室山口雅也さんと長崎市水産振興課泉田大輔さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。